あれだな、今朝睡眠1時間なっちゃうんです。めっちゃ眠い。変わってきます。チャオ、あっちゃんです。めっちゃ眠たいわ。さあそれ飲んで目覚ますか。しょっぱいね。ちょっと、お弁当作っていきましょう。昨日ちょっとね、やらんな。お弁当の下準備とかね、食器洗いとか、お風呂入ったりとかね、やっぱりしててね。編集もね、ちょこまでしとこうと思ってやっとったらね、こんな時間になっちゃったね。こんな時間ね。だからね、4時前ぐらいで、ね。20分寝た。20分寝坊した。タイマーがすぐ動かれへんかってね。眠たい。まあ、20分取り戻すわ。さあ、頑張ろう。寝ぶたいながらもね、目はね、まあまあ覚めてんのよ。そんなにぼーっとしてるほどじゃないのよ。これもそれ効果かな。頭はね、頭っていうか、寝ぶたいのは寝ぶたいよ、もちろん。でも、全く動けへん、起きられへんって、そんなんじゃないのよ。ちょっとずつするから。寝不足のずつやな、これは。まあ、仲間、ほんま体壊すわ。こんな年になったら無理さあかんねんけどね、分かってんねんけど、ついついね、ついついやらかしてしまね、明太チーズとうるち、あ、凍ってる、うるちね、凍ってる、使えへんかな。
んちを入れときます。では作っていきましょう。油、
ですね。の奥をどれだけ取り戻せるか。豚肉を投入します。豚肉でした。豚肉ね、豚肉でしたからね。油とか醤油とか、
ね。あとだからこれ出すからね。ここにね、醤油。これ出したら、これね。さあ、何でしょうこれ。完璧。焼き鳥やね。鳥やと思うわ。ちょっとね、前にほんのり鳥焦がすでしょ。炭火焼き鳥みたいにね、焦げ味がして美味しいよ。ちょっとした小技です。キンキラボブ行きましょう。ラストスタート。投稿する時間まで10分です。違うわ。投稿する時間まで5分や。起こす時間に間に合ったらいいね。あ、5分じゃんや。あと起こす時間まで、あと起こす時間までね、25分や。だからいつもだいたい起こす時間の20分前に完成させたからね。そう、ボケてる。ちょっと追い詰めてんけどね、あと5分では無理だね。いつもの時間にちょっといつもより遅れるからね。お腹減ったよ。夜遅くまで起きとったら朝も入るんよな。よかった、お腹減るってことできないんだ。裏を回して、もしっかりね、これ回して、ここを下がってしっかりカメラ回して、よし、これで、返していきます。
ごま油、これでね、ほぼもううちの味はこれで決定やね。今はね、ごまは水ごまだけやったしね、ごまで使わせないけどね、いろんな染み出へんな色があったけどね、だんだんこれでね、定着みたいな。すりごまとすりごまのミックスがね、すごい美味しいね。うん、完璧。超目分量ね。こんなきんぴら少なかったとか言って僕言われた。これよかったかな。入れすぎたら今度多いって言うんだけどね。はい、できました、今日のあっちゃんのお弁当は焼き鳥、焼き鳥タレ味と、明太香る、明太とトリュフ香る卵焼きで、ブルーチーズの、チーチクで、タコさんウインナーで、きんぴらごぼうの、ごぶづき米、ね、今日はね、松茸の香りのお吸い物、これいつものやつじゃなくね、いつも買ってる茶色いやつじゃなくね、大森屋のお吸い物亭ってとこのアサリワカメ対マツタケのマツタケです。こういうね、ちょっとこってりしたところには普通芋の方がアサリいいかなと思ってね、まあ、こんな感じで完成です。出していきます。さあ、ラストスパート、ちょっとね、ロスタイムに入りました。シャッシャッと拭き取って、よいしょ。でここにお吸い物、あったかいものが一番そこにあるね。でことで、あったかいのからね、熱いのが上に上がるから多分キープするようになるね。うまいこと考えられてね、こういうね。さすがメーカーさん、象印やったからポットのメーカーを作ってるんでね。よいしょ、完成です。象印です。はい、起こす時間の15、6、17分前です。はい、ロスタイム3分、はい、バッチリ合わせてきました。はい、別にね、あと17分遅れてもギリギリ起こす時間でも大丈夫よね。下手したら起こして、起こすだけ起こして部屋でもね、ゴソゴソまだするから、出発時間ちょっとまだ早いからね、の起こすとる間に作ってもいいわけよ。だからちょっとぐらい遅れても全然問題ないんだけどね。慣れてきたら余裕出てきて、こんな感じになってくるけどね。いや、でもまあね、これぐらいの時間に作って、ね、あっちゃんも最後エンディングトークしてね、で15分ぐらいの余裕をね、部屋でゆっくりまったり過ごすのがいつものルーティンになってるんでね。はい、だから今日はこの後部屋で、ね、めっちゃ眠い。このまま下手したら起こす時間に寝てまうかもわからんけどね、まあ、頑張って起きて送り出します。で、火が送り出して、ご飯食べて火が送り出して、でから寝る。はい、またね、バイバイ。今日のあっちゃんのお弁当作り良かったよと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。今日も一日よろしくね。めっちゃ眠たいもん。